山口さん、すいません。今、収録中なんですけど、荷物届いてたから、ちょっとだけ取ってきますね。ごめんなさい。ちょっとすぐ戻ります。もう、高速で、電光石火で戻ります。よいしょ。何の荷物かな。楽しみだな。どんな顔して戻ってくるかな。ちょっと実はいろいろやったんですよね。それだったらいいなってちょっと思ってます。違ったらちょっと恥ずかしいやつ。違ったら恥ずかしいけど。あれ、何これ、山口さん。いけたかも。はい、何でしょう。山口さん、はい、なんか届いたんだけど、届いてたんだけど、何これ。ポケモンセンターって書いてある。これもしかして送り主、はい、山口さん。なんで。ということで、天王様にいつも大変お世話になっておりまして、10万人達成のお祝いを送らせていただいております。嘘、ありがとうございます。開けて。開けます。もうすごい勢いだって。てかめっちゃ、待って。めっちゃいっぱい入ってるんだけど。嘘でしょ、ね、山口さん。いいのに。袋形式にしてみた。すごいいっぱい入ってる。どうしよう。ちょっと、何から行こう。どうしよう。もう、混乱している。じゃあ、まずこれから。じゃじゃん。これ、山口さん、ちょっと紹介してもらってもいいですか。これは、カバー、ポケモンセンターの商品で、ミルクっていうブランドと、ポケモンセンターがコラボしたの。ガラルポニータが可愛すぎて。わかる。ガラルポニータ、ガラルギャルプ、おかしいですよね。ちょっとビジュアルの偏差値が高すぎて。マナちゃんに使ってほしいなと思って。やだ、嬉しい。めっちゃありがとうございます。なんかたまたま今日の服にめちゃくちゃ合ってるし、ポニータ。確かに。嬉しい。合ってるね。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。もう。軽くコンビニ行くときとかで、ぜひ使ってください、うん。最近あれですよね。コンビニ袋とかもなくなったから、いろいろカバンとかマイバッグとか増やしてたから、ね、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。てかもう本当にこれだけでも嬉しいんだけど、ちょっと待って、まだいっぱいあるんだけど。あ、これもだ。これも。その、コラボ商品だね。Tシャツだ。ということで、またポケモンセンターで爆買いしてきました。確かに、カゴにたくさん突っ込んでる山口さんの目が浮かぶけど嬉しい。あれだよ。それ着て、ポケモンのライブ配信とかしてよ、まなおちゃん。します。本当にする。もう今着たい。今脱いじゃダメ。これは何だ？ということで、あれだ。ウエストポーチ。ウエストポーチだ。斜め掛けして使って。嬉しい。結構入る。もうそれ、可愛すぎて、ごめん。私、自分の分買っちゃった。お揃いだわ、ごめん。何それ。めちゃくちゃ嬉しいんですけど。結構ね、雑に仕事行くときとかに、雑に仕事行かない。雑に仕事は行かないけど、仕事行くときとかに、雑に物が入るのよ。ペットボトルとかね、一本丸ごと入ったりするから、すごい便利。なんか、スイッチも入りそうだから、これで持って遊び行けます。うん、すごい、嬉しい。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、まだある。いや、ポケモンセンターのね、最近の商品、マジで可愛いのしかないんだよね。これまだ。そうそう、キャップ、まなちゃん似合うだろうなと思って。似合うんだが、似合うんだが、顔が強い。めっちゃ嬉しい。顔が強いぞ。嬉しい。これめっちゃ下向いて歩こうかな、自慢で。下向いたらお顔見えないから。嬉しすぎる。てかすみません、本当こんないっぱい、もうめっちゃ福袋じゃないですか、完全に福袋。そう、まだあるよ。てかね、そう、グッズは多分これで全部だけど、これ何これ、ね、山口さん可愛いんだけど、もう何この包み方、可愛すぎるわ。何これ、開けていいですか、と。はい、ちょっと待って、開ける前に写真撮りたいんだが。どうして。写真撮りたい。写真撮らせ。やばい、早く開けたい気持ちと、こんな綺麗な放送を開けてはいけないという、ちょっと絵体新しくしてる。よかったね。あ、そうなの、変えれて。そうなの、あのね、ハッサムの色にしました。ハッサム、いやでも本当に見た瞬間に、ハッサムみたいなスマホあると思って、これ買おうって思って。やばいね。開けていいですか。開けられるかな、私。ちょっとこれ雑にかってやつ。やだ、もうそっくり中身を取り出す手品とかないのかな。どうやって開けるんだろうね。わかんない。ハサミとかで、紙でやってるから、多分ちょっと、すみません、犠牲を。こけてうぐっていう人初めてお会いしましたわ。漫画のキャラみたい、かわいいな。お祝いラッピングしてるのが結構
一番用意したものなんで喜んでくれたら嬉しいです。ハサミなかったから、あのポケカ開封の時に使ってたキッチンバサミ取ってきました。キッチンバサミ、このキッチンバサミ絶対キッチンで使われてないよね。間違いない。中身 これなんですけど、なんだろう、まだわからない、まだわからない。ということで、そちらカード付きでございます。カード、え、なに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 、え、嘘でしょ、え、な、山口さん、え、やばいんだけど。あ、ちょっと、え、めっちゃ画面、アプローチです。アップルウォッチじゃないですか、山口さん。ガチじゃん、嘘でしょ、やば。いや、でもあれ、10万人だからね、10万人のお祝いなんで。ありがとうございます。本当にすみません。いやいやいや、本当にありがとうございます。浴衣すごい可愛いのを準備していただいて、やば、嬉しかったので。てか私も本当にお酒かなと思った、あのサイズ的に。箱のサイズと私のこの人間性的 的に、うん、あれ、びっくりした。こんな素敵なものはすごっ。ピンクにしたよ。こんな風になってるんだ。ちょっと開けますね、開けますね、うん、すごいすごいすごい。だからあれですよ、そのポニータのウエストポーチ巻いたり、ちっちゃいので、山口さん、うん、あの財布いらないと思う、このアプローチピッてやれば。あ、そっか、うん、だから結構気軽にコンビニで買い物できます。すごい、マグさん、こっからの進み方が分かんない。ほんと、この状態まで、この状態まで来た。そっか、うん、これ本体なの？ちっちゃいやつで。それはね、ベルト。あ、そうなんだ。ベルト、ベルト見て本体だろって言ってる人がいる。これか。これまでちっちゃいの？うん、本体はそれね。これをさっきのベルトにつけるってことか。そうそうそう。そういうことか。あ、これ、これだ。そうそう。いや、めちゃくちゃかっこいいな、アップローチ。ありがとうございます。ちょっと、いや、今すぐつけたいけど、多分私の組み立て力だと若干苦戦しそうなので、後でちょっとつけてみます。ありがとうございます。本当にこちらこそいつもすごいおめでとうございます。このまま100万人目指して突っ走ってください。頑張ってください。金立て。でも山口さんももう今5万人達成されて、もう勢いすごいじゃないですか。マナちゃんのおかげでね。違う。女流棋士最初の頃ほぼ一人というか、あんまり皆さんやってなかったから、ね、すごい今マナちゃんだけだったもんね。頼もしくて楽しくて、あの今度だから山口さんも銀の盾をさ、ぜひ獲得してもらって、リモートとかでこう画面が2枚こう銀の盾がバンバンってある絵で将棋ウォーズとかやりましょう。目指します。今後とも教えてください。はい、あ、こちらこそ、すいません。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。嬉しい。嬉しすぎる。ポケモンやろうか。はい、あ、よろしくお願いします。お願いします。これは後で見れば。うん。今見た方がいい？今でもどうしてもいいよ、全然。あ、めちゃくちゃ可愛いんだけど、ちょっと、皆さんに見せてもいいですか？いいよ。メッセージカードもらいました。香川真奈緒様。YouTube チャンネル登録者10万人おめでとう。日頃の感謝を込めて倍返しだって、かわいいカードももらいました。やだ、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。本当に最近半沢直樹にハマってて。そうなんだ、嬉しい。おめでとう、ありがとうございます。本当にこれからも頑張りましょう。いや、でも努力してるのが偉いと思う。いろいろ調べてやってるもんね、クオリティ高い動画作ろうとして。あ、いやいや、でもやっぱりちゃんとみんな見てるよ、ありがたいです。本当でも見てくださる皆さんの本当におかげです。あとね、やっぱり支えていただいてるので、うん、山口さんもそうだけど、将棋ね、コロナでちょっと何も普及とかもできなくなっちゃうのかなとかって思ったりもしてたから、やれることがあるのが幸せです。本当にみんなで頑張りましょう、うん、将棋普及に向けて頑張ります。頑張って大丈夫です。すげー頑張れるわ。ありがとうございます。この人本当に頑張るから。